赤城城は三重県熊野市にあった日本の城である。城跡は1989年10月9日に赤城城跡及び田平峠形城跡の名称で国の史跡に指定されている。また2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。赤城城は紀の国室郡北山里の丘陵に築かれた平山城である。標高 約二百三十メートルに位置し、高さは約三十から四十メートルである。天正十七年頃の一気勢力を抑える目的で、東道高虎によって築城されたと言われる。主格を中心として三方の尾根に各軍が設けられ、その尾根を利用した配置は中世やマジロの形態を持つが、一方では高い石垣や発達した孤高など、近世城郭の要素も見られ、築城における、 過渡期の様相が認められる。赤木城石紀南の熊の一帯は、南北朝の時代より、イルカ氏など多くの土豪が勢力を保持していた。天正13年、秀吉の奇襲攻めの後、木の国の平定を命じられた弟の秀長により、検知が始まるが、天正14年8月、山本白熊の浪人衆による天正の北山一揆が起こった。この一揆は、 秀長の制圧により10月には、ほぼ収まったが、天正16年9月から天正17年5月にかけて徹底的に制抜された。鎮圧の後、秀長はこの地で、山奉行に着かせていた家臣の東道高虎に赤城城の築城を命じ、天正17年頃に、堅固な城が築かれたと考えられる。慶長年間の領主であった浅野氏に対して、 慶長19年の大阪冬の陣の出陣の隙を狙って12月に再び北山一揆が起こり、総勢およそ3000人が新宮城に侵攻しようとしたが壊滅し、363人が処刑された。高虎が赤城城の集築を終えた翌慶長20年1月、一揆の残党が築城した赤城城の落成疲労の際に捕らえられ、160人が 赤城城の西約1キロメートルにある田平湖峠で残守された。その後、赤城城は現那元年の一国一条令により、廃城となったと言われる。田平湖峠形状跡には、1968年10月に北山一期巡南尺用塔が建てられた。1992年より2004年にかけて、赤城城は文化庁及び三重県の補助により、 赤城城保存整備事業が行われ、調査、整備された。2015年に、テレビ番組の定石特集で取り上げられ、その後、新聞で霧の立ち込める中に定石が浮かぶような、写真が掲載されたり、インターネットで白月の間で盛んに紹介された、ことなどにより、2014年は2040人であった、訪問者が、2015年には33,078人に、達し、 同年4月だけでも7524人が訪れるようになった。注目される前は湯の口温泉の入浴客が丸山千枚田を見物したついでに立ち寄る程度であった。赤木城の概要図 A 四角 B 北角 C 東角 D 西来るは E 南角、伝い、丹野屋敷跡と城口付近に丹野屋敷があったとの伝承があり、また近隣のイルカは古くより 有数の銅山として知られる。赤木城のふもとには、北山から、旅ら湖峠を越えて、イルカに通じる北山街道が伸びている。城はその要所に築かれ、縄張りの規模は、東西90メートル、南北120メートルとなる。貴族風土器には、村の西にて、岡山の上にあり、周五町、高38軒、本丸、二の丸、三の丸、馬場、池等も備わり。 高さ2件の石垣岩に損しと記されている。かつて、本丸と呼ばれた主角は、東西33メートル、南北27メートルのほぼ方形内し大径である。上角の中心として最高所に位置し、複雑な二重のマス型ここを備える。また、南、北の側面には横やがかりが認められる。石垣は高さおよそ3から4メートルで、反りのないノブランみである。 北西角は高さ5メートルで、四隅は三下積みとなる。東側の下に犬走りがあり、北角及び北の掘り切りにつながる。北角は四角の北に伸びる尾根にあり、石垣が見られるが、簡素で西側には石垣はない。北角のさらに北方に幅およそ9メートルの掘り切りが設けられている。四角より南東に伸びる尾根状にある東角は、 高さ3メートル近い石垣を持つ一体の角からなる。この二つの車に挟まれた途上路に門の礎石が残り、ここに間口2.4メートル、奥行き1.8メートルの四つ足の門があったと推定される。また、角内より建物のものとされる礎石が認められている。二の丸の位置は不詳であるが、この縄文を備えた南北25メートル、 東西8メートルの東角が二の丸であったとも考えられる。主角より南西に伸びる細い尾根状に西黒和と呼ばれる四つの角がある。三方に石垣を持つ上側の角からは二棟の建物の礎石と共に水たまりとも考えられる石組みが発掘された。東角と西黒和に挟まれた山裾の谷間に位置し、山荘の平らな壇上に削り整地されている。 この南角からも建物の礎石が認められるとともに、土だめの石積みも見つかった。また、かまど跡も認められており、かつて付近に4基のかまど跡が残存したとも言われる。ありがとうございます。